と2期さ、ね、受かりました。映ってるね。ちょっとあっち行ってもらって。じゃあどういったことを見ていきましょう。とりあえずは虫やからお願いします。具体的にはどういうところを目指してというか、何か悩んでることとかってありますか。そうですね、音域関係なく割と同じようなアンビシャンのまま行っちゃって、上がきついので、はい、その切り替えができるといいなと思ってるんですけど。わかりました、はい、じゃあそのこれはバスの？バスです。バス、じゃあインベーのあのダリとですかね。はい、そんなに高い音出ないか。あれ、そうですね、 ES で吹いたことありますか。ちょびっとだけ。じゃあ、インエスバージョンでちょっとやってみましょうか。Thank you.
今の出やすかったですよね。うん、
になると思いますね。結構単純な話ですけど、そのダビッド吹くときに音上がるときは今いる場所より右、下がるときは左っていうのだけ考えて、またダビッドに戻ってみましょう。つながってるようにも目もありましたね、うん、これは確かというか、あのニキさんの吹き方として、あのどう言ったらいいかな、うん、あのブレてないねと言いますか、うん、なんか一個これだけでも持って帰るところからやると、今みたいに高音が出たりとかして、あの、まあ、苦手意識が変わってきたり、もっと高く吹いてみようかなってなって、その双方の訓練と発達がより順調にいきやすいかなって気はしますね。その上下についてはまだちょっとはっきりしないなって感じですね。そのはっきりしないのはなぜなのかっていうのが興味が取られるところなんだ、うんうん、じゃあとりあえず高い音右っていうのははっきりしたので、それと息のことをちょっとつなげてみましょう。さっきもちらっと言ったんですけど、高い音ほどわざと強いもしくは速い息を吐いてください。ベよりデより F よりアスよりベって一段一段右に持っていきながらちょっとやってみましょう。出るっていうか
ことは、もうなんか検証に検証を重ねて、反論の余地がないほど自分に対して証明したっていうのがここね。なんか一回そんな気がしたから以降やってるっていうのはここね。そんなこと感じたことないけど誰かに言われたから仕方なくやってる。この3点の どの辺かみたいな。この辺ですか、うん、結構検証したのとなんとなくの間ぐらい、ね、はい、まあ、でもとりあえずその脱力は低音用、高音に関しては入力っていう変容作戦で考えてみましょうか、はい、右行くっていうのと組み合わせてちょっと見てみてください。高音に行くにつれ入力ってしたい。お腹は脱力というよりはちゃんと張ってる感じですか。それだ。張りを上回る押しを加えてみてください。足からベーティングとき。
多分数えたことないけど年間余裕で1000レッスンはしてるからおそらく300個人ぐらいには会ってて、それをまあ大体10年弱続けてるから、まあ、少なく見積もっても多分2500人ぐらいの人を見てきてるんですけど、別々の人をね、その中でもなんていうのかな、なんか分かりにくかったです。でも多分それは音大その吹く力があって音大でやってるからこそというか、能力が高いからこそその原因が分かってなかったり解決法が分からないでいることがあるんだけど、なんかカバーしようとするわけですよね。でそれがある程度できてたっていうところからなんか実態が見えにくくなってたっていうのをすごく勉強になりました。今度は似たような状況のある人が出会ったら頭のどっかで彼との関わりがすぐ思い出せなくてもなんか腹押しな気がするって直感みたいな感じでだんだん出てくるようになるわけですね、うん、ちょっと僕的にはなんか楽しかったです。なるほどなと、うん、何か疑問点ありますか、この流れこのレッスンに関して。いや、とりあえずこれ今教えていただいたことでやってみようかなと思います、うんうん、あの腹張りは息のスピード下げます。だから高い音ほど腹張り一辺倒では、まあ、腹張りだけでやってるんだって言ってる人いますけど、その人たちは腹張りしつつも骨盤底上げとか実はやってて、あとは 腹力入れみたいな、ちゃんと息ここの圧力が上がって横隔膜を壊されて空気より早く出ていくような力もかけてるので、そのもう同じことの繰り返しなんですけど、その力をどうやって得るかっていうのが今はっきりしたですね、はい、ぜひそれは、はい、どんどん使ってみてください。はい、ではそんなところで、ありがとうございます。何か質問ありますか、今のレッスンの内容などに関して。コメントでもどうですか、解決の道筋みたいなのも一緒に見えたので、すごく同じ金管奏者としてすごくなんか腑に落ちる、なんかを気持ち分かりますよ。最初のハイベルの時にフッて出すの、なんか多分ある程度専門的に金管やった人はみんなキャリアの中で1回は使ってる方法。そうなんですね。高音が出なかった時のその届かない感じっていうのがなんかタイプがちょっと近い感じがして、すごいなんかおーありました。あのトッププロの中にはあの奏法をわざと特定の場面で使ったりとかする人たちもいるのは確かなんですけど、でもそのなんていうのかな、特殊技術として限定的に使いこなすような。はい、ありがとうございました。次は